昨日か、うん、早速昨日の行く。あ、昨日よくこ、いやこんなこと起きる人いるんだと思って。いやあれだけど別に俺が悪いわけじゃないから悪くないけど、渋谷のその無限大ホールでネタの出番がありまして、チェンジというライブね、うん、終わって10時半ぐらいか11時ぐらいか、結構昨日遅かったんでね、そうそう、うん、ご飯食べて一緒に帰ったんですよ。本当にネタの話過ぎてたかもしれないですね、うんうん、で駅前のスクランブル交差点じゃないですか。そうそう、ほんまこので2人で信号待ってたら、うん、黒人の人が後ろから寄ってきて、うん、よく友達とかにやる反対側の体ちょんちょんってやって向こうを見させるみたいなのを見知らぬ黒人があなたにやってきたんです。そう、急にですよ。何百人も待ってる中に耳ちょんちょんって触られて、でこの位置で言うと黒人の方はこっちから来て、うん、こっち側の耳ちょんちょんって触って、うん、僕にもう目配せしてるんです。黒人の来たら「しーね」って言って、で僕こうやって見たら何もやって言うから「あれなんかあれ何やろ」ってパッて向こう反対側見たら多分黒人の人がすごい笑顔でこうやってゲラゲラ笑って、いや、ね、どういうことみたいな。そんなことが起きるの。いやないよ。怖いよ。いや俺西地いたからよかったけど、一人やったらもう震え上がってたんですよ。めっちゃ怖いけど、いやけどさ、黒人の方もさ、もういい人よ、楽しそうな、そうそう、優しそうな人だったけど、ね、さ、何百人もいてさ、なんか女の子からかうとかなら分かるの。確かに。酔っ払ってたとしてもさ、うん、なんで俺は選ぶのか。普通だったもんね、別にリュック背負って帽子かぶって後ろから見たら。後ろから見たら普通ですからね、うん、別に前からではちょっとあれですけど。個性的って思うかもしれない。そうです。だそれも見て、ちょっと、わ、怖い、怖いっていうか、あ、本当にいろんなところで巻き込まれるというか、体の癖あるんだな。あれは。